大阪府道15号や尾茨城線は、大阪府やお市から、茨城市に至る府道である。名前からすると2つの都市を結ぶ、幹線道路で有料道路区間もあるが、住宅街の中などの狭い生活道路も多く、他の幹線道路で分断されるなど、継ぎはぎだらけの道といった印象を受ける。ところどころに一方通行区間があるため、どちらの方向からでも自動車での全線走破はできない。 ただし、本堂の指定ルートには根拠があり、東大阪市、三栗屋付近から終点まで、さらに北の大阪府道46号茨城、亀岡線の相川沿い、大阪府道1号茨城接線の人城寺付近までは枝切れ街道と呼ばれる旧街道にほぼ忠実に沿っている。本堂に沿って、道幅の広いバイパスが強用されても、指定区間の切り替えがされていない。 茨城市大住町付近から終点まで不自然に道が広がっているが都市計画道路茨城根屋川線の計画に沿ったもので大隅町から先の大阪府道19号茨城根屋川線として指定される区間が未開通となっている管理者八尾市大阪府道15号線起点東大阪市大阪市鶴見区門真市森口市森口市と門真市の 境界付近寝屋川市設置市茨城市終点側よりす、シルス、特安駅前商店街のアーケード。商店街内は本堂を挟んで、西側が大阪市鶴見区、東側が東大阪市となる。商店街内は、自動車は北向きの一方通行。ここも、不動15号である。ありがとうございます。